今回紹介するのはサピエンス全史上文明の構造と人類の幸福という本ですなぜホモ・サピエンスだけが繁栄したのか国家貨幣企業虚構が文明をもたらした48カ国で観光の世界的ベストセラー7万年前にはアフリカの片隅で生きていくのが精一杯の トルに足らない動物だったホモ・サピエンスがその後の年月で全地球の種となり生態系を脅かすに至ったその過程に何があったのか人類は何を得て何を失ったのかが本当に壮大なスケールで語られている本です他の人類種の生物たちとは違う道を歩み始めた時に人類が得たもの大きな脳とか 二足歩行とかとそれを得たことによって次に何が起こったかから始まって集団を作り狩猟を行いやがて農耕社会もという過程を読み進むごとに人類が経験してきたことを追体験できるかのような進行だと感じました。過量生活を営んでいた頃頃のののの人類は、その後の農耕社会の頃とと、比べると 栄養状態もよく豊かな生活を送っていた側面があることや貨幣というものは人間が生み出した信頼制度のうちほぼどんな文化の間の溝をも埋め宗教や性別人種などで差別することのない唯一のものだとの定義などこの著者の視点は新鮮でそこから導かれる展開は非常に鋭く面白く。 この本が全世界で注目を浴びているというのは当然だと思います。上官では人類が他の人類史とは違う存在になり家族や親族以上の大きな集団を作り貨幣というものを作り出した頃の話など今まで何が起こってきたかを記述したものになっていますが下巻ではその人類がどこに行き着こうとしているのかまでを示唆する。 壮大ななスケールの本になっていますこの過程で人類が得たものは非常に多岐多様にわたり素晴らしいものも多いのですが反面失ってしまったもの得たものがもたらした最悪も非常に多くて大きいものがありこのまま行き着く先の未来に対する継承になっているとも思います。内容ももペーージ数もハードでで骨太な本ですが とても具体的でドラマティックな記述なので読んでいて飽きることもまた難しすぎると感じることもないと思いますこのような内容に興味のある方で本を読むのが好きな方には読み応えがあって非常に満足のいく読語感が得られる本だと思うので星5つをつけておすすめしたいと思いましたまたこの本は 翻訳が非常に優れていいると思いました。私は翻訳帳の文体は日本語としてこなれていないと感じてしまいがちで外国語を翻訳した本はあまり好きではないのですがこの本の訳文はこの本が伝えている世界観と内容にぴったりと合う硬質で正確な印象を受ける文章でした私のように翻訳帳の本があまり好きではない方にも 読んでみて欲しいいと思います。以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。